欧州中央銀行制度は、欧州中央銀行と欧州連合加盟の全27カ国の中央銀行で構成される、欧州連合の金融政策を担う枠組み。欧州連合加盟国はそのすべてがユーロを導入しているわけではないため、欧州中央銀行制度は、ユーロ圏における通貨政策を担うというものではない。このためユーロを導入していない。 加盟国の中央銀行がその体制から除かれるユーロシステムが本来欧州中央銀行制度が担うべき通貨政策を運営している。ローマ条約とこれに付帯する欧州中央銀行制度及び欧州中央銀行に関する議定書によるとユーロシステムの主たる目的は物価の安定、言い換えるとインフレーション統制である。 ユーロシステムはこの目的に反しない限りにおいて、欧州連合の一般経済政策を支え、また開放的な市場経済の原則に則っ,って行動することとされている。ユーロシステムにより、以下の基本的な任務が行われている。上記に加え、ユーロシステムは、金融機関の健全性監督や金融システムの安定といったことを管轄し、 これらに関する円滑な政策実施に資する行動を取ることとされている。金融機関に対する政策に関する分野において、特に欧州共同体や各国政府の法令に係る分野において、欧州中央銀行は両者に対する指紋的役割を持つ。そして欧州中央銀行制度の任務の実行のために欧州中央銀行とそれを支える各国の中央銀行は、 各国の関係当局やあるいは直接経済主体から必要な情報を収集している。ユーロシステムにおける意思決定の過程は欧州中央銀行の政策理事会と役員会に集中されている。ユーロを導入していない加盟国が残っている間は第三の決定機関として一般理事会もこれに含まれる。ユーロ圏に加わっていない 加盟国の各中央銀行については、欧州中央銀行制度において特別な地位にあり、これらの中央銀行は、それぞれの国内の通貨政策を実施することができるが、ユーロ圏の単一通貨政策に関する意思決定や、その履行に加わることはできない。政策理事会は、役員会全員と特例を与えられていない、加盟国、すなわちユーロを導入している。 加盟国の総裁で構成される。政策理事会の主な義務には以下のものが挙げられる。役員会は総裁、副総裁と4人の理事で構成され、金融に精通し十分な経験を持つ者の中から選ばれている。これら役員は欧州連合理事会が欧州議会と欧州中央銀行の政策理事会に諮った上で推薦され、 ユーロ圏の欧州連合加盟国政府や首脳の意見の一致で任命される。役員会の主な職務に以下のものが挙げられる。一般理事会は総裁と副総裁、それに欧州連合全27加盟国の中央銀行総裁で構成される。一般理事会は欧州中央銀行が欧州通貨機構から継承された任務や、またユーロを導入していない。 欧州連合加盟国があるために、経済通貨統合の第3段階において行わなければならない作業を実施する。このか一般理事会では次のような機能がある。ユーロシステムは独立した体制である。ユーロシステム関連の任務を実施する際、欧州中央銀行及び各国、中央銀行並びに、 意思決定に携わる者はいずれも外部からの干渉を受けることがあってはならない。また欧州共同体の機構や欧州、連合加盟国政府もこれらのものに対して影響を及ぼすことを行ってはならない。欧州中央銀行体制に関する議定書では各国中央銀行総裁と役員会の役員の任期の保障について以下のように定めている。 欧州中央銀行の資金は50億ユーロに上り、各国中央銀行は欧州中央銀行の唯一の出資者である。各国の出資額は欧州共同体以内における国内総生産と人口に応じて欧州連合加盟国それぞれの分担額が定められているが、この基準では現在のところ40億ユーロあまりしか出資されないことになる。また実際には、 ユーロ圏の加盟国中央銀行は、それぞれの負担額を満額出資しているが、ユーロ未導入の加盟国中央銀行は、欧州中央銀行の運営費用として、それぞれの負担額の5%を出資している。このため、欧州中央銀行の資本金は40億ユーロを下回っている。なお、ギリシャが2001年1月1日に、経済通貨統合の第3段階に入り、 ギリシャ銀行は残りの出資金95%を支払っている。加えて、ユーラを導入している欧州連合加盟国の中央銀行は、およそ400億ユーロに相当する額の外貨準備を欧州中央銀行に保有させている。各中央銀行の拠出額は欧州中央銀行への出資額に応じて決められており、その代わりに各中央銀行は欧州中央銀行から、 その拠出額をユーロで換算された額の融資を受けることができる。準備項のうち15%は金で、残りの85%は US ドルと日本円で構成されている。ありがとうございます。